コニカミノルタジャパンのクロスと申します。今回はこちらの展示会でスペキム社というところの製品を展示しております。でスペキム社というのがコニカミノルタが2年ほど前に買収しましたハイパースペクトルカメラ のトップメーカーになります。でこちらの製品を今回このような形で展示しています。で今こちらにあるのがプラスチックの識別をリアルタイムでしているところになりまして、今ポリプロピレンとかポリスチレン、ペットとかピーとかそういったものがこうレコードプレイヤーでこう並んでるんですけど、その様子をカメラで撮像してこうリアルタイムで識別しているというものになります。で他にもですね、こういった光源ボックスを用いまして、これ LED 使ってるんですけれども、外光の影響を遮断してしっかりと拡散した状態で安定して測れるようなモバイル型の機種と、こういう光源ボックスもございますし、こういうスキャナーを用いて測定するというようなラボ向けのシステムも扱ってます。こういったハイパースペクトルカメラ展示しております。